まい棒が好きです。高橋正樹です。1979年に発売されて以来愛され続けてきている国民的駄菓子、たまに食べると美味しいなと思います。僕が幼い頃、うまい棒のフレーバー、いわゆるいろいろな味の種類がある中で一番好きだったのが明太味でした。ちょっとピリッと辛いあの味、調べてみましたところ、さまざまな味がある。サラミ味、チーズ、コンポタージュ、そしてたこ焼き味もあります。食感としてはもう上顎で溶けていくような感じがありますが、たこ焼き味に関しては製造過程で二度漬けをしているみたいで若干食感が硬い、あまり食べなかったかなと思います。何十本も入ったものをいつぞやの誕生日のプレゼントでいただいたこともあります。ご当地の味もあるとのことで、きりたんぽ味、これは秋田県の方で販売されてるらしい、形は似てますからね。先日いただく機会があったんですが、うまい棒久しぶりに食べるとあれ美味しいですね、ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール高橋正樹とけっぱって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。改めまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。先週1月13日土曜日は旭川へ行ってきました。アイウェアショップ北斗さんにて高橋正樹ライブ、皆さん本当にありがとうございました。前回の放送でもお伝えしました通り、北斗さんとの出会いは2007年でした。近年では新年恒例の機会をいただいています。オーナーの大川さんは諸事情によりいらっしゃらなかったんですけれども、皆さんと温かい時間を共有することができました。当日はギター1本、当時2007年だからギルドというメーカーのギターをよく使用していたんです。形としては結構大きなギター でそのギターをこう抱えながらシンプルに、そう、あまりギターテクニックにこだわってというよりは一曲一曲のこう歌歌詞をちゃんと感じていただけるように、ギターを僕はあまり伴奏楽器としての捉え方はしていない方なんですけど、より歌を、そしてより歌詞を届けるという部分に焦点をより当てて臨みまして、
昔の歌たち、大町在住時というのは僕はまだ20代半ばから30代に入るかぐらいの時で、結構荒々しい楽曲も多く作った時代ではあります。まあ、優しい歌も多くでしたけれど、じっくりとお届けする中で、旭川市内の街頭放送で毎日もう20年以上かな流れている楽曲、もうこの番組の提供でもありますエルム駅前司会クリスタルさんの CM ソングも途中歌いましてですね、あれでもちょっと照れる感じがありますよ。あなたの美しいってところは僕19歳の時の声ですから、でその後に続く一条通りは、まあ、38、9ぐらいの時の声ですから、まあ年齢とともに声質は変わっていくものですし、まあ、僕はこうずっとライブで声を酷使してるっていうのはありますから、うん、だんだん変化はありますが、その変化を楽しみながら行こうっていうふうにも思います。うん、一時期はものすごくこうジレンマを感じた時もありました。どうしてあの時できたのに今できないんだろうっていうこともありましたけれど、考え方によっては当時できなかったことが今はできるようになってきてるんだっていうふうに思うと気持ちとして前向きになりますよね。うん、年や経験を経てまた知らない自分と出会えるっていうのはこの音楽を通じて感じるものの一つですね。うん、星空。もしも一度出会えるなら、あの頃のように笑い合いたい。振り返れば遠く長いこの道、あれからどれくらい歩んできただろう。さよならの分優しくなれたよ。あの日君に伝えていた変わりながらも変わらないまま輝いてる。あの日よりも星が見える。この街で今行きたい明日は同じだよきっと。目まぐるしく巡ってゆくこの季節。
待ちに決めたこと悔やんじゃいないよ、まだ何かができる気がしてる。あの日君に伝えていた僕がいるよ、変わりながらも変わらないまま輝いてる。あの日よりも星が見える、この街で今輝いてる。あの日よりも星が見える、この街で今輝いてく。あの日よりも星が見える、この街で今、この街で今。高橋まさき、星空お届けしました。1月21日日曜日は札幌は北24条にありますフォーク酒場15の夜さんにてライブをさせていただきます。まあ、通常のライブ形式ではなくスペシャル編ということで4部構成になります。というのも2001年、僕が音楽生活がスタートしたその年から現在に至るまでの23年間の楽曲たち、まあ、数としては1000曲以上ありますが、人様からお金をいただいて披露するに耐えうる楽曲は何回か到達してきて、まあ、300曲ちょっとです。その中から、まあ、4部構成各回50分枠ですの中で、まあ、1曲1曲が僕結構長いので、まあ、5分6分として考えると、途中の MC いわゆるおしゃべりも交えていくと曲数的には8曲前後になると思います。なのでかける4、32曲、まあ、30曲以上は披露します。長時間ライブです。初めて僕のライブを聞いてくださる方、そして今まで何回か見てくださっている方々、まあ、このライブを聞くとある程度高橋正樹が作ってきている音楽っていうのはこういう感じなんだっていうのがちょっとわかるかなというふうに思います。とにかくこの機会をくださった15の夜マスター谷ちゃんはじめ、さまざまな皆さんが成功させようっていう熱い応援をくださって、開催告知から1週間でチケット完売御礼となりました。当日は大変な混雑状況になりますので、
できる限り皆さんにもスムーズな進行をご協力いただければなと思っています。選曲は大変です、かなり選んでいる中で、あの曲を聴きたかったよとかいう方もいらっしゃるかもしれませんが、できる限りそうしたお声が少なくなるようにチョイスしてます。ただあまり定番曲ばかりっていうところも面白みに欠けるので、あ、こういう歌もあったんだねという驚きや発見をたくさん感じていただけるようにと思ってます。先ほどの1曲目の前にお話ししたように、昔の歌を今の声で歌うというのは、キーという部分でいけば声は低くなっていくわけですよ。そして太くなってきているので表現の仕方だから、今回先週の北斗さんでのライブもそうだったんですけど、こう昔の歌を今の感じで歌うっていうのはいろいろな経験を積んできている中で、あ、そうだよなって、そういう時期もあったよなっていう作り手としてのこう感覚もあり、いや、あの当時のまんま聞きたいよという方もいらっしゃると思います。その気持ちも十分僕は分かります。なのでできる限り当時に近いものをという形で、アレンジに励んでるわけですが、とにかく楽しみです。1月21日日曜日、札幌は北24条にありますフォーク酒場15の夜さんで、高橋正樹ヒストリーライブ、ヒステリーじゃないですよ、ヒストリー、いろいろな足跡をたどるライブです。長時間ライブです。こちら完売御礼となっています。お越しの際は気をつけて、そして楽しいひとときになりますように。それでは続けて1曲いきます。星にまつわる歌は結構あって、でこの歌もいわゆるステイホームの時に作った歌です。宅録音源で恐縮ですが聴いてください。星の歌。Yeah.
も それでは高橋正樹ライブイベント出演情報をお伝えします。1月21日日曜日は札幌フォーク酒場15の夜さんにて高橋正樹ライブ4部構成でお届けする長時間ライブです。午後5時スタート。料金は3,000円、別途ドリンクオーダー制となります。こちらのライブは完売御礼となりました。音楽生活開始となった2001年から23年間の楽曲たち厳選曲でお届けします。お楽しみに。1月27日土曜日は小樽 K カフェさんにて高橋正樹ライブ闇歌編、午後7時スタート。料金は3,000円、ワンドリンク付きとなります。お問い合わせは K カフェさんまで 0134-611-1339。そして2月9日金曜日は札幌定山渓遊楽草庵さんにて高橋正樹コンサート、こちらご宿泊客様限定のステージとなります。その後2月11日日曜日は滝の上町へ行きます。ホテル渓谷さんでの高橋正樹コンサート、完全予約制となります。午後6時半スタート。料金は2,000円、お問い合わせはホテル渓谷さんまで 0158-293399。 2月17日土曜日は札幌歌謡クラブありがとうさんにて高橋正樹ライブ、午後7時スタート。料金は3,000円、ワンドリンク付きとなります。お問い合わせは歌謡クラブありがとうさんまで 0118243939。 その後3月、高橋正樹九州7県ワンマンライブツアーに出かけます。詳細の方インターネット等でも公開していますのでチェックしてぜひお越しください。よろしくお願いします。番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。番組冒頭でお話ししたうまい棒ですが、これやはりたまに食べると美味しいなと思います。幼少期結構毎日のように食べすぎて顔にブツブツができたっていう時もありましたが、まあ今はいろいろ考えながら食べてます。まあたまに食べると美味しいものの一つにうまい棒もそうなんですが、ポップコーン、これも久しぶりに食べて、あ、美味しいなと思いました。塩バター味のポップコーン、袋の中に手を伸ばすと時折ものすごくしょっぱいポップコーン
ポップコーンがあったりして、あれを見つけると少し嬉しくなる、で今最近あまりスーパーで見かけなくなりましたが、フライパン型のポップコーン、あれ火にかけてこうパン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 って弾けてアルミの部分が膨らんで、でそれをこう破って食べるというポップコーン、これはあまり見なくなりましたね。見かけたら教えてください。まあお菓子や駄菓子と呼ばれるものもう美味しいですけどね、ちゃんと食生活を整えていきたいなと思う今日この頃です。1月21日日曜日のヒストリーライブ、こちら精一杯頑張りますので皆さん楽しみにしていてください。当日はレコーディングも行う予定です。ライブレコーディング、皆さんのお声がちゃんと収録できるようにこちらの準備も進めているところです。はい、この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたらどしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますのでよろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますので、この箇所から聞きたいということも可能です。そして YouTube の詳細の欄からパスマーケットを通じて動画制作への応援のお気持ちもいただけたら嬉しいです。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週、バイバイ。Thank you.